ヒョウピアノの質問コーナー。今回のキーワードはピアノを弾くのとタイピングって同じですか？どうやって両手の音を見てるのですか？どうして初見が得意なのですか？楽譜を見ると頭で音楽が流れるのですか？知らない曲なのにテンポとメロディーってわかるものなの？初見の時最初の数秒間に何を見てるんですか？の6つの質問に答えていきます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、はい、じゃあ次の質問ですね。はい、ピアノを弾くのとタイピングって同じですか？場所を覚えるっていう意味で言うと同じだと思うんですけど、でもタイピングって基本的に指の配置って決められてますよね。うん、うん、私は決めれないんですけど、私もなんか変な変なみたいな。それもしかしたらピアニストならではなのかもしれない。ピアノはもう指使いって曲によって毎回パターンが全然違うので、あとは音の長さとかリズムとかいろいろあるから、まあそれだと同じかと聞かれたら同じではないですね。次の質問。はい、どうやって両手の音を見てるのですか？なんかだんだん変な風になってる。そうそう、どうやって…あ、わかりません。どこをどうやって見てるのかは正直わかんないですけど、さっきねちょっと弾いてみたのね、まあ、今までやった楽譜だけど、どうやって見てるのかなと思って、一小節を弾いてる最中、ここ今弾いてます、今弾いてますのところでは左手を見て、でもその間に次の小節の右手を見てます。でこの次の小節にいた時には左を見てるけど、もう次の小節の右手を見てる。でも毎回そういうわけではなくて、でもなんかわかんない、上見たり下見たりはしてると思います。でもなんか多分ポイントがあって、この音を見たからまあ大体こうやみたいな、大体で弾いてるのか。ぜひね、脳科学研究みたいなねされてる方いたらね、あのご連絡くださいって感じでね。どうやってやってるのかね、自分でも分かってないから。分かるのかな、その脳波で。脳とか目線黒目で追うやつあるじゃん。はいはいはい、あんなんでねやってくれたらなんか面白いかもね。次いってよろしいですか？はい、どうして初見が得意なのですか？それはですね、分かりません。これも分かんなくって、申し訳ないね、すごいみんな一生懸命真面目に聞いてくれてるんですけど、ちゃんとした答えが出なくて申し訳ないです。こうやって言ってくうちに答えが出てくるかもしれないね。そうね、うん、考えたことないもんだって今まで。弾けるのが当たり前すぎて、初見が得意なのは、私は初見が大好きなんです。多分昔から初見と譜読みがすごい好きで、だいたいみんな基礎練習がつまんなくなってやめちゃうんですよね。私は基礎練習もまあ好きだったし、基礎練習集をもう全部見てくるみたいな。先生にこの1番やってきてねって言われたら1から10番まで勝手にやるみたいなタイプでした。大好きで初見と譜読みが、もう曲というよりか新しい楽譜を見て弾くっていうのが好き。変態だね。それなんかみんな嫌いじゃん。それ好きっていう人周りにいた？わかんない、いなかったんじゃないかな、多分かな、世間一般とずれてんだよ。いやでも大人になってくにつれて練習嫌いになったけどね。あーそうなんだね、うん、集中力が持たないから、短期集中型なんでバッてってボーンってやって終わるみたいな。やりたいって思った時じゃないとできないタイプですね。正直5歳始めた頃から同い年で同じ教室に通ってた子が同じ曲を弾けないっていうのが意味が分かんなかった。楽譜に答えが書いてあるからなんで弾けないんだろうっては思ってた。エコーつけるで、ええ声でお願いします。楽譜とは回答用紙である。まあでもクラシックの曲がどんどん難易度上がってくると、もちろんその初見で全然弾けなかったりとか譜読みに時間がかかったりとかしてくる。ただそれでもみんなに早いとは言われてた。どうしてって言われるとそれかなくらいしかないですね。好き、好きこそものの上手なれとはね、よく言ったもんですね。次の質問です、
これって譜面を見て弾くのと同時に頭で音が再生されてるのか、譜面通りに鍵盤を押した結果耳に音が到達するのか、感覚的にどうなんだろう。初心者の私は 100% 鍵盤を押した結果耳に音が聞こえてやっと理解するけど、さてリホピアノさんどうなんでしょう。楽譜を見て頭で音楽が流れるかどうかって話ですよね。初見パッて見た瞬間はメロディーをこう追ってく時間はないので、ああはい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 っていうのは弾いてかないと分かんないっていうのはあるんですけど、なんだろうな、最初の音とか分かりますよ。テンポがめっちゃ速かったりすると真面目に読みすぎると追いつけないっていう時は自分でちょっとアレンジしちゃったりするし、そういうので言えば楽譜を見たら音楽は流れてくるかな。パッて見て初見で弾きますじゃなくって、その周りピアノがなくって楽譜だけ見されて、じゃあ歌ってって言われたら歌います。だからそういうことだよね。多分そういうことだろうね、うん、知らない曲を弾くっていう概念が僕みたいな素人からしたらもう意味が分かんないから、あんなおたまじゃくしを見てリズムを取るっていう、あれはただ白と黒のおたまじゃくしが5本の線の上で遊んでるだけだから。遊んでた。そうあれを見て歌を歌えるとか、まあ、ピアノ弾けるっていうのはね、もう理解できないんだよね。ああそういうことか。ソルフェージュですね。もう分かんないですね、うん。例えばリクエストが来たからこの曲を他の楽器の人と次のステージでやろうっていう瞬間、まあ、他の楽器だったら前楽器とかがあればその場でちょっと音出しできるかもしれないけど、ピアノってもうステージにあるだけだから、もうそこで一緒に合わせしようって言って鼻歌で合わせするみたいな、楽譜を見て。へえ、かっこいいね。そうあこれやったわ、あのマリンバの歌裏で、あこれやった方がいいよねって言って鼻歌でメロディー友達がね歌ってたらそこに入るみたいな。へえ。なんかそこでめっちゃ盛り上がってくれない。楽しい。すごい盛り上がったね一人で。思い出して。いやだってなんかちょっと外国人っぽいじゃん、なんか。ああ確かに。何にもないところセッションがね始まってくる。楽譜はあるんだけど。うん。ワンツーとか言ってなんかやってくれて、はい、そんな感じ。はい。はい、知らない曲なのにテンポとメロディーって分かるもんなの？ああ、楽譜に書いてあります。全ての答えは楽譜の中に。あ、テンポは本編の動画見ればそのシーンもやってるんですけど、ショートしか見てない人はね、あのそのシーンがないから分かんないかもしれないけど、四分音符イコール120とか、うんうん、BPM ですね、よく聞く。そう、それが基本的にそのポップスとかは書いてあるので、クラシックはもう書いてあったりなかったり、アレグロとかアレグレットとかあのレントとか文字で書いてある。たまに細かく書いてある時もあるけど、そういうのは最初に大体書いてある。書いてない楽譜もたまにあるけど大体書いてあるから、もうほんと曲知らないからせめてそこだけはっていうのでテンポやって確認してから初見チャレンジしてます。メロディーとかリズムはあの楽譜に書いてあります。四分音符の長さ、八分音符は四分音符の半分だよとか、そういうのは多分みんな小学校とかで習ったと思うので、その情報が全部入ってるってだけです、うん、それをすぐに指で再現するっていうね。うん、そうだね。意味わかんないよね、俺もわからんから。単純だよ。でもだってドレミファソラシしかないんだから。弾けばいいだけだからね。そうです。あのおたまじゃくしの種類によって、うん、意味がわからん。じゃあ最後に質問。はい。初見の時最初の数秒間に何を見てるんですか？おお、ナイスな質問だしな。そう、あれね、私も確かに何見てるんだろうって思ったんですけど、順番は前後すると思いますけど、パッて見た瞬間に必ず見なきゃいけないのはシャープ、フラット、シャープいくつついてるか、フラットいくつついてるかを必ずそれは見なきゃいけない。あとは拍子、4分の4拍子なのか8分の6拍子なのか、それを見る。であとは左手のリズムと右手のメロディー、この最初の 1,2 小節をパッて見て、でも最悪シャープとかフラットの数と拍子さえ見れば大丈夫。あと最初の音か、その3つやね、さえ見れば始められます。その BPM と表紙、 BPM もこれじゃん、うん、でも表紙もこれじゃん、うん、
なんなん。あ、だから BPM コーラとしても3拍子だったら1、2、3、1、2、3でも4拍子だったら1、2、3、4、1、2、3、4、だから分かる？分からん。えー、いや分かるよ、言ってることは分かるけど分からん。4分の3拍子はそれ1、2、3、1、2、3、四分音符イコール120だったら1分間に四分音符が120個なりますよって話なんで、もうこれが四分音符の長さ、四分音符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 。ただ四分音符イコールじゃない時もある。え、違うのあるんだ。あるある。今んとこ四分音符イコールだけど、普天四分音符イコールだったら8分の6拍子だったらタタ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 ってなる。それを瞬時に理解しなきゃいけないの？しなきゃいけない。天四分音符とか中学生以来に聞いたわ。最初に見るのは、シャープフラットの数と拍子と、まあ、音だね、最初の音。長くても8秒とかで確か見てたから、うん、そうだね。まあ、2小節は見れるよねって感じ。ただ2小節見てその後の流れがどんな感じかっていうのはふわっと見る。ふわっと見る。そんな時間ないからふわっとだけ見て弾き始めるかな。あ、ここでリズムちょっと変わるんやくらいしか見れない。繰り返しとかは、まあ、次のページ行かないと見れなかったりするし、ね、まあ、弾いてく最中に見つけれたら最強なんだけど、なんかね1年くらい前にやったのヨッシーとマリオの格好でやってた時は1回あったんよ、なんか全部見つけれたやつが。ウォーキングミスかな、なんかつけれたよね。はは、割とスムーズにいけた。あ、2個戻るわとか。はは、なんかあったね。そう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 。最近はちょっとその余裕がないね。みんな難しい曲が多いから。本当はそれができたらいいからちょっと修行ですね。いい修行になってます。もうこれ 100% なんですけど、その例えばあの中多様性って言われた時に、まあ、変な声で聞いてるからなんて言ってるか分かんないし、でパッて見てもう最初のこの1小節2小節見てるからこの中多様性っていうのも見えてない。うん、そうなんだ。そうだ、終わってから初めて、あ、こうやって書くんや、あ、カタカナなんや、ひらがななんや、漢字なんやって初めて見る。それくらいもう最初の2小節にかって言ってるかな。多分ね、わかんない。多分でもそう。ちなみに、はい、あの変な声で言うからわかんないって言うけど、変な声で言ってって言ったのはリホさんですからね。へい。変な声が好きです。案外それはね、面白いって言ってくれる人もいるから ね好き嫌いあると思うけど、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなね、すごい笑顔で弾いてるって言ってくれてるんですけど、本当に楽しくってしょうがなくって、初めて見てどんな曲なんだろう、まあ焦りもあるけど、あ、弾けてんのかな、わははみたいなのもあるけど、全部含めなんかもうワクワクとドキドキで面白すぎて、こんなに楽しい動画撮影ないんじゃないかなってね、本当に楽しそうにやってるもんね。うん、でも正直特技って分かってなくって、自分の耳コピできないし、クラシックは弾けるけど、まあでもアンプもそんな得意じゃないし、時間かかっちゃうし、なんか特技ないかなってちょっとまあ劣等感も感じながら、ふんってなってたけど、マリオさんだったり同級生のピアノの子とかにも、あなためっちゃ譜読み早いよとか、楽譜見てパッて弾くなんておかしいよって言われて、あ、そうなんってなって、ピアノの人はね、楽譜見てパッて弾くなんて誰でもできると思ってたから、パッと見て弾いて、自分では全然うまく弾けてないって思ってるから、もっとそっちの方でプロのくせに弾けとらんやんけーってブワッブワッって来るかなって思ってたら、すごいって言って、曲になってるみたいな、でどんどん曲になってく、面白いみたいな、2秒で見てすごいとか言ってくれたから、もうね嬉しくて、あ、そうなんや、すごいんやってなって、そういう感じです。自分が楽しいことをして、みんながそれを見て笑ってくれてるっていう素敵な動画になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今初見シリーズたくさん出しておりますけれども、いろんなストリートピアノの動画も過去にねたくさんありますし、非表示にしてる動画もあるんですけど、メンバーさんになっていただけたら過去の恥ずかしい動画も見れます。はい、リホピアノの奇跡がね、
結構ね、本当消そうか迷ったけどまあでも動画のクオリティとか、実家だから大声出せないとか、そういうのも楽しめるので、よかったら見てみてください。本当に恥ずかしいです。恥ずかしいですまあ去年ね、YouTube 頑張ろうって言って気合い入れて、まあ、2500人くらいいって、まあすごいって思ってたら、今月先月で2万人バンっていったので、ちょっと気持ち追いつけてないですけども、皆さんに感謝しながら、これからも楽しい動画たくさん作っていけたらなと思っております。動画編集も好きだからやってます頑張ります。全部ね、リホちゃんがねやってるからね、一人であの撮影はマリオ、撮影だけね、編集はもうリホピアの 100% で、はい気に入っていただけた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは、みんな、いい夢見ろよ。 See you, bye, check! これでもやるんはい、はい、それでは、ちょっと割れとるかも。あ、ちょっと待って、ソイディア、ソイディア、みんないい夢見ろよ。 See you, bye.